はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ジャジャジャン、ストーンズセカンドアルバムシティというですね、えー、初回版私 A の CD を買っておりますけれどもこれの楽曲を一から聴いていってですね私が思うことを勝手にお話ししていく動画今日で8本目になりました、えー、前回はですね、いよいよシングル「マスカラ」が出てまいりましたけれどもこの続きでですねその次の曲はまあシングルとはなっておりませんけれども もう今ね公開中の映画「スパイダーマン」のえ日本版の主題歌になっているということでこの間なんかねサプライズで初日挨拶までなんか出てたみたいで分かっていればねそれは行きたかったですけれどもはいもう今となってはね遅い話でありますけれどもその時にそのね映画館でも披露したという皆さんも何度も何度も聞いてるんじゃないかなという,こうローゼーという。 曲を今から今日は聞かせていただこうと思うんですけれども、えー、このアルバムはですね今初回版 a はインドルードが入ってですね全部で18トラックありますそれが全部でインドルードが1234つあるのでま14曲ある中でですね、えー、このロージーが一番短いって言おうと思ったらそんなこともなかったですね これ2分58秒とすごい短い3分弱の曲なんですけどちょっと前にやったグッドタイムが2「グッドタイム」が2分51秒そして皆さん一番短い曲ありました、えー、2トラック目「8am」2分と31秒これじゃカップラーメンもできないですねすごいすごいこれで1曲構成してしまうっていうなんかこれストーンズの私1個強さだと思うんですけどあのー、<laughs> いいか「ロージー喋れよ」って話なんですけど あのどうしてもね曲をこう作ったり、まあ、出来上がりってなった時に2分半ぐらいだとちょっとやっぱ短い感があるんですよね、まあ、昔の歌謡曲とかは全然3分以内ありましたけどなんかもうちょっとなんかのっけた方がいいかなとかサービーもう一回あった方がいいかなってなんかね調整したくなるんですけど、まあ、勝手にね別にしなくていいんですけどねなんかちょっともったいないかなと思うんですけど多分ストーンズの曲はね もうその2分分秒、秒、まあ、今回だったら2分58秒でしょ、ロージもうその中にギュッて全部おいしいとこ詰め込んだからもう他にいらないっすっていうねなんかすごい潔さみたいなのを感じるんですよねもうかっこいいんでこの時点でっていうのがすごい多いだから全体的に多分平均しても3分ちょっとぐらいの曲ばっかだと思うんですよね。逆に一番長いのでも、えー 4分超えてる曲が「僕が僕」じゃないみたいだとあと16曲目「エバーラスティング」しかないからやっぱ平均3分台ですよねこんなアルバム多分あんまないと思いますよまあそんな全部聴いてるわけじゃないですけど、はい、なかなかロージーを聴きませんね私ねさあそれではもうねこの曲も何回も聴いておりますそして何回聴いても歌詞を見てても全く追いつけないんですけれども ちょっと頑張って。これ？コーチくんが横にいますので。はい、このページを見ながら。ロージー聞いてみたいと思います。それでは行きましょう。再生。ポンかっこいいよね。この歌でてんす。ってね。もう最初のギターの音はすごいかっこいい。 どどどどくりまみれ感情みみみみえなくなる本のトクテテガダガダガタこれ漢字が読めなかった遠くてちっちゃくて簡単にあらわになるシルエットゆらゆらド もうハマるもうここのジュ樹君とか難しいよね「さかさま」「全然全然広がる喧嘩呼ばれたようで振り向けせん言うせがひでも偉大な感じ」「ちぎれなお」「誰かさんがくれた数字書きはここのリズムがねすごい肝ですよねここ」「ティーマンション」「分かち合いの果てに繋がれる糸」「見せろよただ」「摩天楼の狩りの間に」

めちゃくちゃかっこいいですよめちちゃゃくかっこいいですしこれ今私は歌詞を見ながらでも全然追いつけてないですけどこれ6人はね当たり前ですけどこれ歌詞が覚えられていてでもう覚えられてるって最低限の話ですけどそれをちゃんとこう歌い回しながら、ね、途中途中でこう今の仕入り音源とはまた違うちょっと歌い回しを入れたりしてもう完全に6人がこう自分の体の中に入れちゃってるわけですよね。いやこれをだから なんかね、歩きながらとか,なんか移動中とかにちょっと口ずさんで歌えるようになるかなってなると私はもう自信を持ってできないって言ってしまいそうですよねだってこんなにも入るなんていうのメモリーカードの容量がないですよ私の中に,堂々堂々にまみれ感情この1行ぐらいじゃないですかもうそれフル <laughs> いやでもねあのこの歌は 前に実は、ね、タツロック先生っていう私があの昔一緒に渋谷のボーカルスクールで働いてたね、えー、ケニアと日本のハーフのね、えー、先生がいるんですけど皆さんご存知の方もいるかもしれませんけど彼も、まあ、YouTube のチャンネルをね今始めていてでそのチャンネルが去年の9月からまあ本格的に始めて12月ん1月いや12月か。 に、あの1000人を超えたんですね。登録者が本当にもう登録していただいてる方ありがとうございます。それでその。 まあお祝いといとうかね、そんな偉そうに私が行くようなもんじゃないんですけどでやっぱりお互いスノーマンとかストーンズとかをとかをジャニーズのグループ聞いてるからって行かしてもらってその時にね実はそこの達六さんとのチャンネルでこのロージーについてはかなり細かく解説したんですよね。なので、えー、もっともっと詳しく知りたいという方はねちょっとお手数ですけどそちらも見ていただけたら嬉しいなと思うんですけど私がこれをやっぱり聞いていて、まあ、自分でもこれ本当はもうさらさらとこう歌いたくなるんです 歌いたいたなと思うんですけど皆さんが歌いたくなるときに注意するべきところ一箇所どうしてもこれ無視できないのがサビに入る前この,このリズムが肝っていましたけどこの,この曲ダラ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 ララ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 ラ

ちょっとこう気持ちを落ち着かせてまたサビに行く「ダララララ」の時のためにのんびりしてほしいんですけどそのサビに行く前「摩天楼の針の間に」「バラ」ここで皆さんずっとこれ4拍子の曲なんですけどここの瞬間急に5拍子とまあ言っていいんですかね4拍子プラス1個お休みと言っていいんですかね「摩天楼の針の間1234うんバラバラパラです」 バラ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 バババラララじゃないはいバラバラという名前の美容室みたいなバラバラバラあれパーラーですねはいこの「5」をぜひ皆さん意識してくれないとサビの入るところが「マニーバババみたいになっちゃいますからよくありますねあのキンキキッズのデビュー曲「ラスの少年」のね一番最後 てらしうんたんだーすなのにあれってあの曲歌う人の半分ぐらいは一番最後の「てらしだ,だ」ってなるじゃないですか <laughs>。もう一回他の人が歌ってるの聞いて,てももうそこおやすみよってもういつも言いたくなるんですけどなんか嫌じゃないですかここ休みだよとか言うのもねわざわざ。だからももうう祈るようにしていつも 聞いてるんですけど、誰かが歌ってる場合、まあ、五割どうじゃない、多分7割ぐらい。てーらーした。だー。<laughs> ってなる。なりますよね。もう、皆さん、み、結構やったことあるんじゃないですかね。はい。それみたいになっちゃうので、このサビの入りが。バーラエラワーの前が。5です。 「に」って言ったらが欲しダダリアコシはいここはもう絶対に無視できないとこですので、えー、ぜひともあの意識して聴いていただいたり歌ってみていただきたいなと思うんですでもう一個だけ言いたいのはねもうさっきの大河君の一番高い がありますよねもうここはもうすごい高いのはもちろんすごいんですけどこれもねあの他の動画でちょっと申し訳ないですけどもあの詳しく話しているので私は今回これを聞いてて皆さんこの高い音に注目しがちですけどそのすぐ手前樹君がシナリオのありますよねこのフレーズ最初の「シナリオ次第の」とのところって「シナリオ次第の」ってこの「 最初の音を長くく伸ばした後階段でつ降りてくるもう2つ目もそうですよねこういうメロディーになってるんですけどもねこういうメロディー来たらね私はねもうすごく気にすることがあるんですこれ何かっていうとうね皆さんねちち気持ち油断しちゃうんですよ、ね、上がってく時はその音きっちり取らなきゃってその一番高い音をちゃんと目指して歌うんですけど下がってく時はあんまりみんな気にしないで「シーなるよシーだノってやっちゃうんですけど。 うまい下手はこういうところに実は出ますよ。で、この時にね。このメロディーを歌う時、皆さん何を意識してもらうかというと、下りのメロディーっていうのは普通に歌うとね。勢いよく下がりすぎちゃうので、多分ジュリ君も意識してると思うんですけど、降りないように気持ちね。上に上がっていくぐらいの方がいいんですよ。シナリオじゃなくシナリオシー大のー。これ感覚的なもんなんですけど。 ジュリ君が歌ってるのを聞くと私はねこういう感覚に聞こえるんですよね。それ一番最後の音がガリオーってこうお辞儀するってよく言っちゃうんですけど、音がこう出てこう終わるんじゃなくて、シナリオシダイノー,ーとこう下がってんだけどシナリオーと行かずシナリオシダイノ。ーうん。 でこういうふうにすることによって音の音程もしっかり取りやすくなるし一番最後の音がこ,うこもらずにちゃんとね、まあ、何度も言いますけどこの鼻の奥に音が響くのが理想とされるんです歌う時は。音が下がる時に一周下がっちゃうとこのブルブル鼻に響く音が落っこちやすいので「しー」ここに残したまま「ーなりオしーだいのー」とこういうイメージなんですね。だから顔を下げない意識を下げないで上に残すという。 この曲こんだけいろいろ聞きどころあってねこここのとと言う人あんままいいいないと思います <laughs>、えー、どっちかというとゴアヘッドのこうなんかね女装っぽい感じに聞こえるかもしれないですがかなりマニアックなところのお話をしてますけどでもここ私一番最初に聞いた時から地味なとこですけど。 ここ下りすぎちゃいけないところだなと思いながら聞いたり歌ったりしてますので皆さんもせっかくですからちょっとね気にしていただけたらいいのではないかなということで今回は老人について語らせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました